それで昨日さ、の V スポさんのさ、3D があったんだけどさ、雷キュピちゃんのね、3D お披露目に、あの動画を、となんか、キュピちゃんが、そのシオンちゃん、本当にファンみたいな。チャットで、そう、シオンちゃんのことが本当にファンで、みたいな、なんか、やりとりでね、メッセージの。なんか、今度 3D お披露目があって、そこに、あの動画で、あの、こういうことを、あの、撮ってもらえないでしょうかみたいな。撮ってほしいですみたいな。来て、全然、ぜひみたいな。全然、ぜひ。いやー、3D 可愛かったな。めっちゃ綺麗だね。モデル、めっちゃ綺麗。めっちゃ可愛かった。いや、嬉しい。なんかさ、たまにいるんだよ。なんか、だってさ、よく考えてみたらさ、坂本もさ、坂本もさ、ってシオンのことをなんか、押してたみたいな。押してるみたいな。よく考えてみればさ、すごい話だよね。なんか、嬉しいけど恥ずかしい。でも嬉しいな。サイコさん。え、サイコさんなの坂本って。いつから見てるって言ってた？え、そんなこと言ってる？初配信から？え、シュンのさ、初配信ってさ、待って、何人見てたんだろう？ 2000 人ぐらい？ 2000 人ぐらいだった気がするんだよ。2000人の中にいたってことでしょ？だって。すごいよ。だいぶ適当だった。え、だってさ、だってシュン初配信やり直したいもん。初配信もうな、消えたんだけど、あの、アーカイブ結構だいぶ消えてるのいっぱいあるんだけど、初配信もう一回やりたい。え、終わってるよ、あの初配信。え、初配信ってさ、みんなさ、あのさ、なんかさ、ちゃんと画像とか作ってさ、なんか、好きなものは、好きなことは、身長は、みたいな感じでさ、紹介してくじゃん。なんかそんな文化なかったんだよね。え、本当にそんな文化なかったの？あの、初配信をこうやってやるんだよ、みたいな、あの、テンプレみたいなのなかったの。もう一回やりたい。もう一回やりたい。もう一回やりたいって何？もう一回やっていい？初配信。マネージャーに言おうかな。初配信やり直したいですって。まんちゃん、初配信やり直してよ。あ、ちょ、スーパーチャット、やばい、めちゃめちゃ雑談してた。びっくりした、今。